はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回 YouTube ね、始めてチャンネル登録ずっと伸び悩んでいたんですけども、まあ私の YouTube 無料講座を見てこの1ヶ月ぐらいでね、一気に300人ぐらい増えたんだって方がいらっしゃいまして、いや非常にありがたいなと。自分の発信もこうやって誰かの目に留まって役に立ったなと思ったんですよ。で、実はこのね、 YouTube 講座有料でやるつもりで展開したんですけども、 FX の講座がね、まだ終わってないんで、これが終わってから成立かけようと思ったんですよ。まあいずれにしましてもこの YouTube 講座っていうのはデジタルでずっと残ってますんで、そのうち有料にしようかと思いますよね、まあ、こういうふうに無料で出してたやつを何月何日から有料にしますっていうのもね、吉田さん言われたように、あり得ることだし、できるんですよね。だからそれまでにこの動画保存したい方は保存しておけばいいんじゃないかなという気がしますね。はい。で、先ほど送っていただいたリンク、確かにリンク違うんですけど、話してる内容ほとんど一緒だったんで、おやと思ったんですよね。まあでもあまり気にせずにどんどん進めばいいかなと思っております。で、なんか最近ね、5年後に勝つためのその10個のなんかね、要素っていうのがあるのを毎日やってるんですけども、今日は不動産だったんですよ。で、不動産を持とうよって言ったら、いや、やっぱ不動産買うほどのお金がないとかね、不動産需要なんてこれから落ち込んでいくんじゃないか、かぼちゃのバスじゃないかとかいろいろ言われるんですけども、あの、なんていうんですかね、第3話で国境をなくそうよって話をした後にこの不動産の話してるんで、じゃあまだ土地がね、あの1キロ四方で10万20万で買えるようなところを狙っていこうかって発想が出てほしいなっていうところはあるんですよね。だからやっぱり固定観念とかに縛られて、なんかちょっとこうチャンスを見て見過ごしてしまってるのかなっていうところはありますね、ちょっと惜しいなと思ってますね。だからいろんなところにチャンスがあって、それこそ YouTube 一本やるにしても様々なやり方があるんですよね。だから成功例を見れば見るほどその成功例をなぞらないといけないのかなって気がするところがちょっと痛くって、そうじゃないんだと、ある人はあるタイミングで始めて、あるペースでやって、あるテーマを扱って、その人の声や顔とか影響力でやったからそうなったと。じゃあそれとは全く違う人が違う環境で同じことをやる、それでいいのかなと思うわけなんですよね。だからこう結論としてはね、まあ吉田さんだからできたんでしょう、久保さんだからできたんでしょうと、それはその通りなんですよ。じゃあ、A さんなら A さんだからできたんでしょってことを私に言わせてほしいですね、まあ、その一つが足が速い人が YouTube やるときはどうするとかね、お金がない人が YouTube やるときはどうするとか、あの詐欺に遭った人が YouTube やるときどうするとかね、いろんなコースがあると思います。それは自分にしか発信できないものって必ずありますからね。まあ正確に言うと自分しか発信できないものはないんですけども、他の人が必ずやってますからね。ただその誰でもがやってるような発信に誰でもが出会えるかって言ったらそんなことなくって、たまたま出会った人が第一情報ですから、その人が一番信頼できるってことになるんですよね、まあだからね、そうですね、パンね、山崎パンってあるじゃないですか。山崎パンに取材するよりも山崎パンを食べて勝手にいろいろ喋ってる人の方がなんかもしかしたらね、山崎パンについて聞きたくなるかもしれませんよね。いってらっしゃい。